バスカードは、かつて、仙台市交通局が発行していた路線バス専用の、磁気式乗車カードである。制度上は、回数乗車券の位置づけである。バス専用乗車カードのため、仙台市交通局と宮城交通が発行していた、磁気式乗車カードのスキップカードジョイカードとは異なり、仙台市へ地下鉄での利用はできない。また宮城交通が発行していた、 直式バス乗車カードのメルシーカードと共通利用が可能であった。スキップカードとは違い、仙台市地下鉄で使用することや乗り継ぎ割引を適用することはできないが、その分、プレミア率が高いので利用者は多い。このため、バスと地下鉄を乗り継ぐ場合は、5850円利用可能なバスカードと5500円利用可能で、地下鉄も利用できるが、 乗り継ぎ割引のないジョイカードを組み合わせて使用する方が、スキップカードのみで利用するよりもメリットが大きい。バスカード導入により、それまでの紙製の回数券は発売中よされた。しかし、区間指定回数券は、有効年月日が限定されているため、現在は使用できないが、それ以外の回数券は現在でも使用できるわ、手数量無料で払い戻しを受け付ける。 試験の頃よりは臨卒が引き上げられているため、昼間専用や学生専用、経路カードなどはない。なお、バスカードの履歴欄が46までとなっており、使い切るまでに、それを超える場合は、指定の案内所等で再発行が必要となる。なお、仙台市地下鉄、市営バス全線、宮城交通の仙台市区間に有効となる、経路乗車証、触れ合い乗車証は、 バスカードとは別に存在するが発行場所は各区役所でのみである。2016年10月1日に払い戻しが開始されるまで未使用分ないしは中途使用分の払い戻しは手数料216円で実施していた。払い戻し開始後は無手数料で既に使用しているものは残額から販売額面に応じたプレミア分を除した額が払い戻され未使用分は 販売額面額がそのまま払い戻される。2014年12月に仙台市地下鉄南北線、2015年に仙台市地下鉄東西線と市営バス、及び宮城交通の路線バスに IC 乗車カードアイクスクを導入。これに伴い、2015年12月6日の東西線、仙台市営バスへのアイクスク導入開始とともに販売停止となった。 2016年10月31日には、磁気カード乗車券の利用が停止され、払い戻しによる対応に切り替えられる。仙台市営バスと宮城交通では、各車両に順次、アイクスク対応運賃箱を順次設置。置き換えが完了した車両では、1000円と3000円のバスカードの購入が運賃箱からはできなくなっていた。ありがとうございます。